帝京平成大学は東京都豊島区東池袋2丁目51-4に本部を置く日本の私立大学である1987年に設置された大学の略称は帝京平成大、三角平大、平大。帝京平成大学は1987年に帝京技術科学大学として開学1995年学部増設に伴い帝京平成大学に 名称変更された。実学教育を基本とし、社会に出てから即戦力となる技能が身につく、実践的な実習や講座を展開している。現在は、医療、健康、福祉、情報、教育を軸とする都市型の大学になっている。提供平成大学の見学の精神は、実学の精神をもととし、幅広い知識と専門分野における実践能力を身につけ、 想像力豊かなたくましい人間愛にあふれた人材を養成するである。都市型キャンパスを象徴する中野キャンパス、千葉キャンパス本館、沖久し記念ホールは、帝京平成大学創設者である沖永昭一博士の名を冠とした、総座席数千五席を要する多目的ホールであり、帝京平成大学池袋キャンパス内に所在している。 東ホールは池袋駅東口徒歩12分という利便性の高い副都心に位置し、行動空間はプロセニアム形式で5つの楽屋や主催者控え室、クロークを設置した本格的な仕様になっている。また帝京平成大学をはじめとした帝京大学グループ系列校の学生、生徒や教職員によるイベントや各種シンポジウムのほか、所在地である 都市幕主催の公開市民公開講座やコンサートなどに幅広く利用されている。キャリアセンターでは卒業生、在校生を対象とした障害支援サービスのプログラムとして、また都心での就職支援の拠点になることを目的として総合人材サービスを展開する株式会社東京会場、日動キャリアサービスと連携し、東京都新宿区の新宿イーストサイドスクエア6階に、 キャリアサポートセンター、新宿サテライトを設置している。卒業生、在校生就業支援プログラムの内容は、民間企業のキャリアカウンセラーによる面接指導やロールプレイング、キャリアカウンセリングや求人情報の提供を行っている。またサテライト内にはパソコンスペースを設置しており、就職、転職活動の空き時間に企業研究や 書類作成を行うことができる都心のサテライトオフィスとなっている。大学ランキング2017年版採用ランキングによると、帝京平成大学は警察官43位、消防士3位である。国内大学、編集、帝京平成大学の人物一覧を参照学校法人帝京、平成大学が設置する教育機関のほか、複数の学校法人からなる。 提供大学グループが設置する教育機関が存在している広報資料、プレスリリースなど一時資料、編集、ありがとうございます。